可能した肉芽主観入爪とは、走行側縁が周囲の南部組織に食い込んでしまい、疼痛、炎症、肉芽形成、二次感染を引き起こした状態。従来外科手術が施されたが、21世紀では強制器具を使った保存的治療法も行われるようになった。巻き爪と混同されがちだが、巻き爪は走行の先端が内側に巻いたように変形し、 創傷を挟んだ状態をいい貫入爪とは異なる。ただ貫入爪と巻き爪の主な原因には共通する点があり並存することも多い。可能した肉が歯貫入爪や巻き爪の原因には物理的な外力、爪の切り方、足の形などである。爪の端を短く切りすぎることが原因であり、痛みを緩和するためにさらに短く切ることで悪循環となる。また、 多死に管理渦めが見られるときは遺伝や抗がん剤の副作用が原因になっている場合がある。抜走手術後従来結果的治療しか選択がなかったが、1999年に町田栄一らがワイヤーを使った保存的治療法を紹介し、保存的治療で難しい場合に手術が選択される傾向にある。2015年のガイドラインでは最初にワイヤーなど、 保存的治療が優先されるが、今後のランダム化比較試験などの研究が望まれると、されている。保存的治療を食い込んでいる爪の根治的治療には、ガター法、ワイヤー法、フェノール法などがある。手術やフェノール法は推奨できないとする意見もある。外科的治療反応性の肉が形成が見られる。場合には、液体窒素による凍結凝固、炭酸ガスレーザーによる蒸酸、 小酸銀などによる消灼による治療が行われる。また、一部の治療法を行う前に、局所麻酔を希望することも可能。麻酔をかけることにより、蒸気の治療に伴う激痛を軽減することができる。テーピングの方法。痛みを緩和する方法として、有利炎の溝へのコットンを詰めたりテーピングがある。ただし、有利炎の溝へのコットンなどの挿入は適切な。 厚みにしないと圧迫による痛みや、走行剥離を引き起こす。軽症では、コットンだけで警戒することがある。肝乳爪を含む痛みをもたらす、足病変のケアにより、足の運動機能が向上した。ただし肝乳爪そのものは、爪の内部組織が爪によって傷つけられればそれだけで、発生するため、爪を切ったことがととなって逆に、 爪内部を傷つける爪の形状となってしまうこともあり、特に症例を発症しやすい巻き爪気味の場合は、適度の爪の長さを日頃から試しておくと良い。ABCDEFGH 月間、ナース専科2017年1月号、ナース専科編集部、44から46ページ、ABCDEFG、関入爪の原因と治療法、日本皮膚科学会、 2018年12月30日閲覧。術後の爪変形の写真がある。本田孝幸柏勝彦小林誠一郎、肝乳爪、巻き爪の治療。肝乳爪では、保存的治療の選択肢が増加。巻き爪変形では、物理的爪強制法が一般化。週刊日本維持新報第4785号。2016年1月9日。 日本形成外科学会2015、青木文彦、巻き爪、貫入爪に対して保存的治療を選択する理由、総称第3巻第4号、2012年、174から180ページ、土井、10.11310 10、JSSWC、3.174、ネイド1300億455万2981。河合修造、米保の使用経験。 皮膚の科学第5巻第6号2006年466から468ページ土井10.11340スキンリサーチ5.6466ネイド1300億540万4685堀口真由美、大沢陽子、山浦さゆり、の水昭弘、透析時間を利用した巻き爪ロボによる巻き爪矯正を試みて 日本フットケア学会雑誌第16巻第4号、2018年、208から212ページ、ドイ、10.18970、フットケア、69。A.B. あずまのぶ入詰めの治療、皮膚の科学第5巻第6号、2006年、456から460ページ、ドイ、10.11340、スキンリサーチ、5.6456、 ネイド1300億540万4683パーマー BV ジョーンズ A イングロイングとネイルズザリザルツオブトリートメント BRJ セルジ5756プミド48万6921宮島明巻き爪の手術療法総称第3巻第4号2012年160から166ページドイ 10.11310 10 JSSWC 3.160ネイド1300億455万2979今井明子足の皮膚爪所見から見る貸し機能日本転倒予防学開始第5巻第1号2018年17から21ページ土井10.11335転倒予防5.117 ネイド1300億743万 944? ありがとうございます。